はーい、久々に収録をしていきますよ。前回からだいたい一月ぐらい経っているでしょうか。いや、一月どころで済まない可能性もある。ある日撮ったものをずーっと編集してだいたい10分ぐらいの動画として作ってきておりましたが、今回の収録でね、完全にこのゲームの名前が思い出せないです。ワンダリングビレッジを、まあ、最終回を迎えさせようということでね、やっていきたいと思います。で、今回の目標というか、まあ、多分動画一本にまとまるんじゃないかなって思ってるんだけど、この村をね、最終的に繁栄させてやろうかなと思っております。なので、ちょっと、まあ、前回の後半ね、もう、割とね、キツキツの状態下でいろいろやってたから、こういう風にね、もう、家は、ダダダダダダーって適当に作ったりだとか、あとこういう施設とかもね、なんか空いてるところにタンタンタンって置いてってる感じだったんだけど、まあ、それ系を全部、まあ、修正していきつつ、まあ、ちょっと、おしゃれな街にできたらなーっていう、感じで思っております。ということで、今回、最終回の収録を撮っていきます。よろしくお願いします。で、まあ、今さっきちらっと見えたけども、ね、また、大きな毒の森が近づいているという、そして、分かれ道の、あ、てか待って、分かれ道、進路選べるんだ。ふーん、最終回にして知ることじゃねえよな。まあ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 、まあ、最後の最後に知れてよかったよ。まあ、右が、南に向かうと多分また毒の森があるっぽいから、できれば一回で済むように、ちょっとルートをね、刻んでいけたらいいなと思います。久しぶりすぎてね、どんな風に撮ってたんだっけっていう、ちょっとわからなくてね、困惑しています。できればね、砂漠に行きたいよな。砂漠で砂を集めないことには、確か家がね、できない。これを家が確か砂漠。の砂を材料にガラスを作ってじゃないと建てられないってことだけはちゃんと覚えてるからね。さて、じゃあだけど、まあ、まずは、大きい毒の森を越えて、その毒も全部対処したところで、どんな感じの街にしていこうかっていうのを決めていこうかね。まあでも、ちょっとこれだと見にくいけど、この先端の方にある音部関連の、まあ、治療所とか、あと、後ろの方にある排泄回収所とかの場所は変わらないっていうか変えられないからで、ここはそのままだと思います。あ、っていうか今132日目らしい。もう俺はじゃあ131日も生き残れたってことやね。しかも村人も一人も死なずに、こりゃ最高ですね。これどうしよっか。とりあえずもう忘れないうちに北へ向かうってやってみよう。あん?音部が命令を受け入れません。なるほどね。音部さんは私のことが嫌いということがここで分かりました。いいじゃん、美味しいご飯とかいつもあげてるんだからさ。でね、あと前回の反省点としまして、まあずーっと取りだめやってたから、パート1からパート13まで、ずーっと結局改善されることはなかったんだけど、こうやって動きすぎだったね。ごめんね。すげえ酔うわ。まあこうやってガチガチ動かしすぎなのと、時間を早めすぎてたね。そのせいでどん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 こういうカビの対処も遅れちゃって、あれよあれよという間に感染が広がって、へへへってなってたりしてたからね。だから今回はその反省点を踏まえた、あ、ちょ、反省点を踏まえて、まあ一時停止なり再生なりを多めにしていこうかなーと思います。なので、まあこれである程度、皆さんも酔わなくなるんじゃないかな。まあ、酔いましたってコメントもなかったから大丈夫かなとも思ったんだけど、まあそもそもね、母数が少ないから見てくれてる。あ、てかそうだ。これ言わなきゃと思ってたのは、再生いただきましてありがとうございます。こんな新参者のね、俺だったら無名の知らないゲーム実況者の実況なんてなかなか見る機会がないものの、まあそんな中見てくれたり、高評価をしてくれる人がいて、なかなか励みになりました。本当にありがとうございました。とまあ、こんないい話をこんな不穏な BGM のもと言うのはいかがなものかと思いつつも、まあ忘れないうちに言っとかないといけないなと思いまして、ちょっと先にね、ちょっといい話させてもらいました。ありがとうございます。今おんぶ寝たな。あ、まあまあ過ぎ去ってるから問題ない。で、北
下へ向かう。命令受け入れてくれよ。なんでそんなに俺の命令嫌いなの？俺のこと嫌いなの？まあ、嫌いなんだろうな。まあそうだと思ってますよ。どうせおんぶお前俺のこと嫌いなんだろ、分かってんねん。なんでそんなに命令受け入れてくれないの君。砂漠行こうよ。砂漠気持ちいいよ。砂漠はカラッとしてるよ、こんなところより。こんなところよりカラッとしてるからね、あんたのその周りの苔なんかも全部取れてしまうんじゃないの。苔かよかろうって。苔の周り絶対虫おるからな。来たー、ありがとうおんぶ、お前のこと愛しているよ。現金なやつだな。あーでそうだ、前回からなんだこれってずーっと思ってたやつ、育樹園ね。これ苗木を取るだけ取って、じゃあ苗木どうやって埋めんだよっていうのが結局俺わからないまま放置していたので、それの謎を解決したいな。ひょっとしたらまだ研究をしていない可能性もあるんだけれども。あーそんなのもあるんだ。まあでもガラスとかが必要だからまだいらんかな。石の道路とかも欲しいね。迷うなーって、そんなことを言ってるんじゃないんだ。違う違う違う、木を植える、これか。植林場だ。研究ポイント、あ今知識ポイントが9つもある、やったー。地下採石、あちょ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 、違うんですよ。これ一回研究間違えてクリックしちゃったから、はい、あーよかった戻ってきた。キャンセルが効かないかと思ってた。クーリングオフ期間ぐらい設けてくれよって話なんだけどね。そしたら実験ラボとかあったんだ。ここら辺知らなかったな。本当はね、この血液抽出器とかブラッドソーセージとか気になるんだけど、なんかブラッドソーセージってリアルにもあるじゃん、多分豚の血ソーセージみたいなやつが。俺それがさ、なんかもうグロくて食べる、俺はソーセージ大好き人間だけど、それだけはどうしてもグロすぎて食わず嫌いをしてる人間だから、ちょっと高校の住人にもそれを強要します。ブラッドソーセージ、それはグロテスクで君の悪いものだっつって。いやまあ人類の英知の賜物なんだけどね、血を固めてソーセージを作ろう、うめえってなってるってことは、それだけ立派な代物ではあるんだろうけど、ごめんなさい、町長的に無理です。あ違います、村長的に。みんなここの住民でブラッドソーセージを食べたければ俺に隠れて食べるんだな。はい、あれからもうちょっと時間を進めて建物の増強、特にここだね。今から畑をどんどん作っていきたいなと思ったので、ここの水倉庫と、空気井戸の増強プラス人もね増えたんだよね。多分カットしてる間に20人ぐらい増えたのかな。なんかポン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 流浪者なり恐竜者なりがいて、それを受け取りまくってたら、受け入れまくってたらこんな風になっちゃった。だからちょっと食料不足がやばいかもということで、農場の追加とあと家の追加をしました。こんな感じでちょっと適当な感じになっちゃってるけどね。あとはここにあった農場、あれこれもう前からだっけ、薬草農場みたいなものを、破壊しました。だいたい時間でいうところの1時間ぐらい進めたのかな。ちなみにカットする前から収録日が変わって、今完全に寝起きの声になっております。故にとても低い声で聞き取りづらいかもしれませんが、お許しいただけると嬉しいです。そして意思決定を待っています。さらに流浪者がいらっしゃいました。彼らを受け入れましょう。そしてあ5人も来ちゃったってことは、はい、住宅数が足りないので追加をやっていきたいと思います。とりあえずここに住宅数を増やしたから、また別のところ、本当は下の方にね住宅とか畑とかを増やして、でここら辺一帯はサバイバル記念碑をドーンと真ん中に置いて、あ終わりみたいな感じにしたい、まあその予定だから、ここら辺のものもねちょっと移動させるなりなんなりしていこうかなと思います。